皆さんこんにちは。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。うぷ主のやつ少々お疲れのようね。ああ、今回はケンケン6の文章を書き写す作業が多かったからな。うぷ主は不器用で、人差し指一本でキーボード見ながら打つレベルだから、ちょっと大変だったかもな。でも書き写ししたおかげで、明治の日本語の美しさや調子の良さが味わえてよかったって言ってたな。ほんとねー。今の日本語よりも格調高く感じるのは、気のせいかしらねー。まあその辺はいろんな感じ方があるだろうからわからんが、うぷ主は気に入ってるみたいだから、早速今回も書き写しをやってもらうのぜ。それでは、ゆっくりしていってね。前回は我山で日清両軍が激突し、8月1日に戦線の大将が間髪されたところまでだったな。今回は第7章、欧米各国の干渉、からだ。この章では、日清開戦に至るまでの、欧米各国の動きを詳述している。中でもイギリスとロシア、そしてそれを商用する新国の動きはなかなかに面白い。というわけで、ここでは開戦前に遡ってその辺を見てみるのぜ。よろしくです。我が国に対する干渉の端緒は露国より開かれたり、聞くところによれば、その頃北京中殺の露国公使伯爵カシニーはまさに本国政府の許可を得て帰国の途につき転進に来たりたる時、李鴻章は同公使に依頼するに、露国政府が日清両国の間に立ち原稿の紛議を調停せんことをもってしたり、中約、すなわち一面にはカシニー伯爵をして転進に滞在して李鴻章と談判せしめ、他の一面には在東京同国公使トロボーに訓令して我が政府に勧告するところあらしめたり、すなわち6月25日、ヒトロボーは4面会を超え、本国政府の訓令なりと称し、新国政府は日清事件に関し露国の調停を求め、露国政府は日清両国の紛議速やかに平和に帰戦を希望するにより、もし新国にして朝鮮派出の軍隊を撤去せば、日本政府も等しくその軍隊を外国より撤去することに同意せらるべきやと質問せり。つまりロシアは李鴻章から頼まれて日本政府に当たりをつけてきたわけだが、ここで少し新国の特殊な事情に触れてみるのぜ。日本では外交を司る役所は外務省だ。新国にも当然それはある。新国で外務省に当たる役所が総理各国事務衙門、通称総理衙門、だ。日本の外務省が東京にあるように、総理衙門も新国の首都北京にある。ところがロシア公使カシニーに、日清間の調停を依頼したのは天津に駐在していた李鴻章だ。李鴻章は当時直隷総督兼北洋通商大臣の要職にあり、新国政界第一の実力者であった。その李鴻章が北洋通商大臣の任地である天津にいることで、外国使臣は北京の総理衙門と天津の李鴻章の2カ所を相手に外交交渉を重ねることになった。そして新国政府も北京と天津の二重外交を巧妙というか狡猾に運用していたのぜ。その辺はこの後の6つの記述で出てくるのぜ。さて話を戻して、中日ロシア公使トロボーが日本政府に紹介してきたのは6月25日だ。時系列で言うと、新国が日清共同の朝鮮改革案を拒否して、日本が単独で朝鮮改革を始めようという時期だ。陸奥はこの紹介に格闘を避けつつも、日本は朝鮮の独立と平和を確立するの他に対なしと言明したが、6月30日ヒトロボーは再び外務省を訪れ一通の公文を陸奥に施行した。前約、しかるに同月30日に至り、露国公使はまたその政府の訓令なりと称し、一個の公文を携えきたりように施行せり。その概要は、朝鮮政府は同国の内乱すでに鎮定したる旨、公然同国駐在の各国使臣につけ、また日清両国の兵を等しく撤去せしむることにつき外使臣らの援助を求めたり、よって露国政府は日本政府に向かい朝鮮の請求を入れられんことを勧告す。もし日本政府が新国政府と同時にその軍隊を撤去するを拒まるるにおいては、日本政府は自ら重大なる責任に任せらるべきことを忠告す、とあり。ロシアは前回の紹介と違い、勧告という強い形で撤兵を求めてきたのぜ。最後に、日本政府は自ら重大なる責任に任せられるべきことを忠告す、と恫喝も忘れていない。新国、朝鮮には強気な態度で通した陸奥も、さすがにこの時は慎重にならざるを得なかった。露国政府が格言令なる公文を発送したりたる神経はいかん。もとより容易にその先進を図るべからず。
しかして日本政府は何らの理由を問わずイマジタンを局外に刺激するは決して得策にあらざるを十分熟知しおりしといえども、退きてうちに帰り見れば当時の事態すでに大いに局面を変化推進し、たとえ秦国が朝鮮よりその軍隊を撤去することありとするも、我は何のなすところもなくして我が軍を撤去するを形とするの事情あり、世はこの領難を排するにつきすこぶる商業を費やし協定ほぼ最後の判断を定めたれども、伊藤総理は果たしていかにこれを考慮するやお知らず。6月30日といえばすでに大鳥公使が朝鮮国王構想に謁見し秦軍の撤兵と改革の推進を強要した後だ。当時の事態すでに大いに局面を変化推進し、と陸奥が言うように事態はすでに後戻りの効かない局面になっていたのぜ。で、陸奥は熟慮の後ほぼ最後の判断を定め、伊藤首相の私邸を訪れた。故に世は盧国公使と別れたるのち直ちに伊藤総理をイサラゴの指定にお唱え、黙念一言を発せず、まず盧国公使の公文を示しその意見を聞かんとこえり。同総理は一族のもと、陳謝やや久しくして後静かに口を開き、個人は今に及びいかにして盧国の主張に応じ我が軍隊を朝鮮より撤去しえべきや、と格言せり。世はこの言を聞き、孫位まさに危険に不合す、将来自局の官位は一に我が政府二人の責任に属す、また他言を要せず、と言い。早々自拒し、即夜在盧国公使に取得次郎に宮殿し、盧国の勧告に対しいかが回答すべきやは未だ閣議をせざれども、与と伊藤博とは今日盧国の主張に応じ我が軍隊を朝鮮より撤去すべき時期にあらずとの意見なりと言い送り、重役、ああ世は今において当時の事情を追想するも、なお正前肌に合わするの勘なきあたわざるなり。一読、盧国の干渉に対する陸奥と伊藤の危機感が伝わってくるな。実際それが杞憂ではなかったことは、日清戦後の三国干渉そして日露戦争と続く流れを見れば明らかなのぜ。7月2日、陸奥はロシアの勧告に対する回答をヒトロ棒に送付した。内容は長いので略するが、陸奥は、この回答は外形においては豪語計画を表さざれども、必要外交的筆法をもって婉曲に盧国政府の勧告を拒絶したるものなれば、盧国政府が果たしてこれに満足すべきや否はさらに待つところなかるべからず、と言っている。相手を刺激しないように下手に出てたのね。まあぶっちゃけそういうことだ。わらわら。これに対するロシアの回答は7月13日に送られてきた。盧国皇帝陛下は日本皇帝陛下の政府の宣言中において、朝鮮に対して侵略の否く、かつ外国の内乱全く平穏に服しか乱再発の恐れなきに至れば、速やかにその軍隊を外国より撤去すべしとの意思なるを認め大いに満足せり、公約。これは、一応矛を収めたということでいいの？まあそういうことでいいのかな。だがロシアはこの後7月21日に再び朝鮮が列国と締結した条約と配置するものは有効と認めず、という意の公文を送付している。まあ今日はこれぐらいにしといたるけど、お前のやることはちゃんと見てるからな、というところだな。でもやっぱりロシアは秦国とは迫力が違うわねわらわら。おいわらわら、さて、干渉はロシアからだけではなかった。次は英国の動きを見てみるのぜ。北京中殺英国特命全権行使を行なるは、機敏の外交を語ることは近代英国政府がしきりに彼を重用するを見ても称するに足る。彼は今天津における李鴻章と華氏に伯爵との関係を基地して運営加岸の感をなし、自国の利益と名誉とを顧みざるごとき余者にあらず。彼は直ちに総理が文王大臣に向かい、日清両国の間、速やかに平和的協議を遂げ最後の衝突を探るの得策たることを勧告したり、中心英国公使を困なるは露心の接近を見て、自身も深刻に接近を試みた。ロシア公使カシニーが天津の李鴻章に接近したのに対して、こちらは北京の総理が門に渡りをつけた。文中の総理が門王大臣というのは敬神の愛神格ら越境のことだ。この時点で秦国はすでに総理が門と李鴻章の二重外交になっている。これがこの先どういう事態を引き起こすのか。悪い予感しかしないんですけど。さて、総理が門は英国公使の勧告に、日本と交渉しても良いとの意向を示した。これを受けて英国公使を困なるは、中日英国臨時代理公使バゼットを通じて、日本政府に仲裁を申し入れた。陸奥は秦国が日本提案の朝鮮改革のための共同委員案を承諾するなら、協議に応じてもいいと回答した。さてこの結末はどうなるか、見てみるのぜ。前略、おこんなるはこの電信を得るや、一面には総理が門王大臣に称揚し、他の一面には小村臨時代理公使と協議し、百万挙中終戦の労を取りたる後、総理が門王大臣は同公使に対し、某日を期し日本公使と総理が門に会合し、秦国定義の基礎を将棋すべしと訳したり、
同公使は直ちにこのことを小村臨時代理公使に通じたるにより、小村は期日に至り総理が門に赴き、まず彼らが言わんと欲するところを機関としたり、しかるに彼らは何らの新案を提起せざるのみならず、単に新国政府は日本がその軍隊を朝鮮より撤去するの後にあらざれば何らの提起をなすあたわずというにとどまり、一も要領を得ず。小村はこの意外なる言語を聞きたれども彼らと弁論するの無益なるを察し、人同行使に免護し総理が門の威厄をなじりたるに、同行使も秩序一番しこの上はもはや他日の機会を待つのほかなしと言えりとの胸をつぶさに世に伝臨したり。つまり、陸奥の回答を受けて怒んなる中心英国公使が、小村臨時代理公使と総理が門王大臣の間で根回し、すり合わせなど準備万端整えて、いよいよ小村と慶心の上機卿が会談したにもかかわらず、清国側は日本が撤兵しなければ話をする気はないという態度を取ったというのだ。特定アジアではありがちなのかもしれないけど、どうしてそんなことするかな。それについては陸奥の観測が記されているので見てみるのぜ。いかに表裏反復常なき総理が門王大臣ばらなればとて、現に一旦英国公使に約言したることを、卒然権謀したるごとき拒しあるは実に不思議千番なるようなれど、つらつらその裏面の魂胆を洞察すれば、彼らは高麗の結界観を顧みず、不遠慮にも北京と天津都において別個にしかもほとんど同時に英露両国代表者と将棋を開きたり、しかして彼らは最初より天津における露国公使の成功に維新しおりたるのみならず、中心またこれを絶望しおりたるなるべし、なんとなれば、英国代表者が朝鮮の内政改革に関し、再び日清両国の間に解消すべしとの意見よりは、露国の韓国にかかる日清両国が同時に各自の軍隊を朝鮮より撤去すべしとの説の方、彼らにとりて無論都合よければなり、しかるに在東京露国公使と露房が撤兵の韓国を日本政府に提出したるは6月30日にして、日本政府が穏やかにこれを謝絶したるは7月2日なり、しかして露国政府の定位感は知るべからざるも、とにかく日本の回答に対し満足を表したるは7月13日にかかる、ゆえに7月9日において小村臨時代理公使が総理が門王大臣と解消せし時期には、李鴻章も総理が門もなお十分に露国の共演に続望し至るのみならず、重役、史上果たして核のごとしとせば、総理が門王大臣らが一時英国公使の説を入れたるごとき仮面を覆い、別に密かに待つところありしはまたやむを得ざることなるべし、元来新国政府は初めより外交上必須の真偽を守ることを知らず、自家将棋の球を救うに切なるがため、あたかも一助に向かい未成を提唱するごとき切烈なる外交手段を取り、ついに自ら結孤立の境界に陥るを悟らざりしは、他の六六凡庸の誘拐はしばらく問わず、経験ありし器量ありと称せらるるり交渉にしてなおこれを免れざりしは惜しむにあまりあることなり。つまり新国は英露に二股をかけ、条件の良かったロシアが本命だった。で、ロシアがダメなら英国と思っていたが、小村、慶親王会談の時点では本命ロシアの線はまだ消えていなかった。で、英国公使に前向きに検討します、的な約束をしてたのに、それをあっさり反故にしたというわけだな。いるよねー。二股女、陸奥も同じ例え話をしているな。一助に向かい二世を贅唱する、わらわら。結果、本命のロシアの線は日本の拒絶に相潰れ、英国の面目を潰し、二頭得る者は一頭も得ずとなりましたとさ。では続きを。世は当初より新国の誠意を疑いたれども、何の理由もなく英国公使の仲裁を準拠するの妥当ならざるがため、しばらくその成り行きを霊視しおりたることなれば、この仲裁の失敗はむしろ我が国将来の行動上ようやく自由を得たるを喜び、重役、この機に常時一旦新国との関係を断つの得策なるを信じ、内閣同僚と協議の上、直ちに小村に伝訓して新国政府に宣言せしむ、重役、これ新国政府に対する日本政府の第二次絶好書というべし。陸奥はこれを機に深刻に、陸奥曰く第二次絶好書、を突きつけた。長いので省略するが、最後に自局すでにここに至る。将来不測の変少ずるあるも日本政府はその責に任ぜらるべし。とあるのを見れば、大体の内容はわかるというものだ。こうしてロシア及び英国の協定というか干渉は不守備に終わった。最後に英国は日清開戦に至るも、上海は英国利益の中心なるをもって、日本政府は同行とその近傍において戦争的運動をなさずとの約束を得おきたしと、言ってきた。これが7月23日のことだ。結局のところこれが英国の帰求するところだったのさ。世界の覇権国である英国の基本政策は現状維持だ。朝鮮をめぐって日清で揉めるのは構わんが、うちには迷惑かけるなよ、というわけだな。日本政府がこれに承諾を与えたことは言うまでもない。さて、第7章、欧米各国の干渉、はここまでだ。
続いては第8章、6月22日囲碁開戦に至る間の李光洙の位置、だが、この章は前章を申告とりわけ李光洙の側からの動きで記したもので、重複するところが多く煩雑なので割愛させていただきます。あんたそれ手抜いてるんじゃないでしょうね。いや決してそんなつもりはないが。じゃあせっかくだから、陸奥の李光洙の取った策に対する短評があるのでそれだけ載せておくのぜ。前略、彼はすなわち北京政府と示し合わせ、英露両公使に向かい、おのおのその朝廷の老を取らんことを依頼したるのみならず、独、仏、米各公使にも等しく居中州宣戦ことを依頼したり。しかして彼らは、核のごとき依頼がいたずらに欧州諸強国の間に損する相互の猜疑心と功利心とを挑発し、経図決して一致に出ず、かえって相互にこれを暴走するに至るの結果を生ずるを知らざりし故に、重役、ただろとエイトはその東洋における利害特に巨大なる国柄だけにやや進んで日清両国の間に立ち調停することを務めたけれど、これとてもおのおの自家の便宜を図るのほか決して一致の運動を成したる後なく、ついにおのおのその干渉の手を引くに至れり。陸奥が言いたいのはいたずらに欧米列強を巻き込んだのがかえって混乱を招いた、ということだな。いをもってよセイスは中華の伝統芸だが、大体はその時はうまくいっても、後々禍根を残しさらに大ごとになるのが定番だ。大体どこの国が好き好んで申告のために汗を流すというのか、みんな自分の都合しか考えてないに決まってるじゃないか。まあ第8章はこれだけだ。次は第9章、朝鮮事件と日英条約改正、だ。ここで陸奥が日清戦争に直接の関係を有しない条約改正に特に一章を設けているわけだが、その意図するところは一読半然としないのぜ。日清開戦と条約改正の時期がちょうど重なったから、ついでに書いとけ、みたいな。案外そんなもんかもしれないな。わらわら。まあ第9章の内容は明治維新以来の条約改正の歴史を紐解き、日英の交渉が妥結するまでを記している。まあ厳密には朝鮮国内の混乱と条約改正交渉が全く関係がないというわけではなく、実際に朝鮮政府雇用の英国人の解雇をめぐって条約改正交渉が停頓する事態も発生しているが、あまりさじにわたるのもなんなので、第9章に関しては割愛ということでお願いします。しょうがないわねー。さて、第10章は、火山及び砲塔の戦闘、だ。いよいよ戦闘突入ね。と言いたいところだが、ケンケン6はあくまで陸奥が自身の行動を記したもので、実際の戦闘の記述は皆無と言っていい。陸奥も作戦の計画、戦闘の駆け引きを論ずるはもとより本編の目的にあらず。と書いている。戦闘の様子じゃないなら何が書かれているの？この章では若干重複の嫌いはあるが、火山の戦闘に至る経緯を、より詳細にというか赤裸々に書いている。あと火山の戦闘に先立ち行われた砲塔沖海戦と、その時発生した交渉号事件について書かれている。内容的には火山の戦闘に至る経緯の方が断然面白いので、そちらを中心に見てみるのぜ。だがその前に進行の便宜上、陸奥に代わって火山の戦いと砲塔沖海戦について軽く触れておくのぜ。時系列では砲塔沖海戦が先なので、そちらから見ていこう。よろしくです。明治27年7月25日。連合艦隊第一遊撃隊は黄海の砲塔沖で清国艦隊と遭遇した。この清国艦隊は火山の進軍への増援軍を輸送する英国商船黄昌号を護衛するため出動していたのだ。午前8時両艦隊は距離3000メートルまで接近。清国巡洋艦彩炎が発砲、これが日清戦争の開幕を告げる第一報となったのぜ。海戦の結果は清国巡洋艦光乙が自沈彩炎は逃走し、日本の勝利で終わったが、日本の巡洋艦なにわが黄昌号を撃沈したことが国際問題に発展する。この事件は陸奥がケンケン6に記しているのでそちらに譲ります。続いて7月28日、大島義政少将率いる日本軍が火山へ向け進軍。翌29日西艦の進軍を攻撃、さらに火山へと進軍したが、進軍は北方の平城に向け敗走した。まあ砲塔沖海戦、火山の戦いはこんな感じだ。随分あっさりね。基本日清戦争の進軍は当たった瞬間逃げているので、あまり書くこともないのさ。というわけで戻って、ここから陸奥が語る火山の戦いに至る経緯だ。火山の戦はいかにしてその端を開きたるやといえば、表面は我が政府が官邸の委託を受け、外国のため進軍を国境外に駆逐するに起こりたれども、その実際について言えば、必教日清両国の間に問題たりし、新官相続の論争その主因たりしは争うべからず、
重役、しかれども当時内閣の同僚はこの際相続問題をもって日清両国の外交的葬儀とするに同意せず、その理由は、新官相続の問題はその歴史は甚だ古く、今こと新しくこれを外交的葬儀の根拠とするはスコブルチンプラン塾に属し、もって世人の主張を衝動するに足らず、かつ今日この問題を実地に決定せんとすれば新国政府に向かい、感化合間見ゆるの気を促すに他ならず、核のごとくにして相談を開くに至れば、第三者たる欧米各国はこれを見て、日本政府は国家やむを得ざるあるかつ問題のため申告と葬儀を起こすにあらずして、ことさらに中席の球威を探り、憤論の趣旨をまけりとのそしりを免れざるべしというにあり、この議論誠に一応の断りあるがゆえに、余が当時欧放送に回答したる公文中には、帝国政府においては未だかつて朝鮮国をもって帰国の続報とは認めおり申さず、と胆寒なる抗議に留めたり、しかるにこの抗議すらも李鴻章の輩はこれを投函しするあたはざりしと見え、その頃李が欧放送に伝訓したりというお聞くに、我が朝にて続報を保護する旧例は自称歴歴天下各国の皆知るところなり、たとえ日本にて朝鮮を中国の続報と認めざるも、我は我が法を行うにおいて自ら礼を破ることあたはざれば、日本にてこれを認むると否とはもとよりとうところにあらず、とありたるよし。しかして彼が言うところは必ずしもいたずらに架空の想像を描き自ら慰むるのみにあらざるなり。すなわち明治9年、我が国が初めて朝鮮と修好条約を締結したる後、欧米各国相次ぎて外国と条約を締結したり、今その各国条約の文面を見れば、いずれも朝鮮をもって一個独立国と認めたるものにあらざるはなけれども、当時新国政府は特朝鮮国王に迫り、さらに低迷各国政府に向かい一の弁明的公文を発せしめ、院に新官相続の関係を保持したり、すなわちその公文に曰く、うぷ主中、以下漢文のため訳します。我が国に対しては、もとより核のごとき公文を送りきたりたることなし。しかしてこの公文の末に朝鮮開国某年すなわち公著某年と記しことさらに新歴を加えたるを見れば、この公文は新国政府が公文を伏して朝鮮に交付したるや疑いなし、しかるに各国政府はこの守備不揃いなる公文に接したるも何らの抗議をなさず、またこれを共感せし者あらずして今日まで没挙したるの姿となりおれば、李鴻章は朝鮮が新国の続報たるは天下各国皆承認せりと思いおりたるも甚だ無理ならぬ次第なり、文中省略した朝鮮政府が日本以外の条約締結各国に送った公文の内容だが、漢文で書かれているため正確な訳は難しいが、大体朝鮮は新国の続報ではありますが、内政、外交とも朝鮮国が自主で行っています。今回各国と対等の条約を結ぶ以上その内容に新国から干渉を受けることはありません、みたいな感じだろう。つまり新国としては文中最初の部分、朝鮮は新国の続報、という部分が重要で、この公文に対して各国からの紹介、抗議がなかったということは各国ともそれを黙認しているということになる。さて、以上長々と引用したが、この新官相続問題が日清朝三国の間の懸案であることはこれまで繰り返し述べてきた通りだ。だがこの引用した文中にある通り、世界各国は朝鮮は新国の属国であるとの認識であったし、日本政府の閣僚もこの問題を日清官の葬儀とするのは反対していたのは文中にある通りだ。そもそも新官相続の歴史は古くは1637年まで遡る。この前年、急速に勢力を拡大していた黄巾、後の新朝は朝鮮に臣従を要求した。が例によって時代主義、小中華思想で凝り固まっていた朝鮮は、黄巾を蛮夷と呼んでこれを拒否。激怒した黄巾皇帝本太子は朝鮮に侵攻、黄巾軍に国土を蹂躙された朝鮮は降伏。翌1637年1月30日、朝鮮王人祖は三殿都で本太子の前に引きずり出され、三期九皇統の礼を強制され臣従を誓わされた。つまり新官相続の関係は約250年以上にわたっており、これに異を唱えるのは少々無理があるというわけだ。つまり日本側の朝鮮は自主独立の国という主張は世界の認識とズレがあるということを陸奥自身が認めているのだ。なるほど、赤裸々に書いているというわけね。赤裸々な記述はこの後も続く。右の次第なれば今さらに新官相続問題を提起するは誠に陳プラン塾なるに相違なし。重役、しかれどもこの頃完治の形成すでに挽回すべからざるの時期に達し、同行し、うぷ主中。中前公使大鳥圭介のこと、はついにその最終的紹介において相続問題を提起するに至りたり。ただし同行使は、重役、財形上申告指針に向かい四国は朝鮮の総国なるやと推問せずして、かえって朝鮮政府に向かい四国は申告の続報なりやと質問するの狡猾手段を取れり。
すなわちこの質問を敷衍し、果たしてしからば日韓条約中、朝鮮は自主の国にして日本と平等の権利を保有す、との主意に矛盾すといい、またさらにその意思を拡充し、保護属法、の名をもってが岩に駐屯する新国軍隊はすなわち日韓条約の名状を蹂躙するものなりと結論し、ついに7月23日の事変に乗じ、艦艇よりが岩にある新国軍隊を国外に駆逐するの委託を合否するに至りたるものなれば、その本源を訴求すれば、必勝日清両国の交戦は新艦相続の関係に起因したる外交問題これが先駆となり、ついに放火をもって最後の悲劇を開くに至れりというも決して失踪の源にあらず。ここで陸奥は、相続問題を理由にするのは少々無理があるが、事態急迫ゆえやむを得ずといったニュアンスで記しているな。そして大鳥公使が取った手段を、狡猾、と表現しているが、これは陸奥一流の快楽で、むしろ褒め言葉として取るべきだろう。最後には、新国軍隊を駆逐するの委託を合否する、と堂々と書いている。国益のためには手段を選ばず、といったところだろうか。陸奥が、何か問題ある、と言っているような気がするな。国策ですが何か、きり。次は宝刀沖海戦だが、ここは、黄昌号事件、に絞ってやってみるのぜ。黄昌号事件は巡洋艦なにわが英国商船黄昌号を撃沈した事件だが、まずは陸奥の筆で事件の経緯を見てみるのぜ。7月25日午前9時頃、なにわが敵艦を追撃する途上、諸バイオル島の近傍において新国軍隊を搭載し英国旗章を掲げた運送船黄昌号に出会えり、この時すでに船端は開けり。我が軍艦は航船者の権利を行わんため運送船を操作し、またある場合にありては何らの強制手段をも施しえべきこともちろんなれば、なにわは最初に信号をもって停船を命じたるに、黄昌号船長は直ちにこれに応じその他なにわの下したる命令に対し一も違反するところなかりしも、同船に乗り組み降りたる新国召喚は外船長を抑制しすべてなにわの命令に服従せしめず、なにわは領海までもその探偵を発し外船船長に突き込んゆしたるもなおその目的を達しえざるを見て、ついに最後の信号を掲げて外船内の応陣をして各自活路を求めしむるの便宜を与えたる後、これを砲撃して沈没せしめたるはまさに午後0時40分なりという、格のごとくほとんど4時間を経過するまで、なにわ艦長が最後の手段を決行せざりしは外艦長の注意精密周到なるを見るべく、また国際広報上何ら失踪の所為なかりしを称すべきなれども、しかれどもこれ特に後日続々切除したる商法により初めて明瞭なるを得たる事実のみ。つまり戦時において軍艦なにわが商船黄昌号を臨検しようとしたところ、船長はこれに応じようとしたが、新軍の将校が船長を脅迫し、船内を掌握してしまったということだな。なんせ1000名を超える新兵が乗っていたんじゃ船長もいかんともしがたかったろうな。なにわ艦長統合兵八郎大佐は、陸奥も書いているように手順を尽くした後、黄昌号を撃沈した。事件を受けて英国世論は沸騰し、このため日本政府内にも動揺が走ったが、英国留学の経験があり国際法に精通した統合の判断に誤りはなく、詳細が明らかになると英国世論も沈静化した。さすが後に連合艦隊司令長官として、日本海海戦で偉大な勝利を収める提督ね。まさに偉大なる統合、グレート統合ね。そりゃ悪役プロレスラーのグレート統合じゃないか。またまたマルコさんすみません。さて、最後は陸奥の黄昌号事件についての感想でこの章を締めるのぜ。前役、一時ほとんど日英両国の間に重大なる外交関係を起こさんとしたる出来事も、幸いに無事打音の曲を告げたり。これを要するに、宝刀の海戦は交戦国たる新国に対しても中立国たる英国に対しても、日本海軍は戦時国際広報の規定の外に逸出したる所為なかりしことを世界に発揚したるは実に名誉と言うべきなり。続いては第11章、朝鮮内政改革の第2期、だ。この章では7月23日のクーデター後の朝鮮の状況と、それに対する日本の対応を記しているのだが、なんというか陸奥の書きぶりが辛辣というか、ちょっと朝鮮がかわいそうになってくるのぜ。あんた絶対そんなこと思ってないでしょわらわら。何を言うんだ霊夢、私は心底朝鮮のことを思ってだな。はいはい、茶番はいいからさっさと始めなさい。それじゃ早速見てみるのぜ。明治27年7月23日、事変後の朝鮮はあたかも廃屋破損の人家が疾風大雨を打たる後、天気に若に改正したるも家中なお老舌混雑を極むるがごとく、今後いかにその国の独立を確立し、内政改革を挙行すべきか、もうまい無式の朝鮮政府はもちろん何らの経験なく、我が政府がこれを有益腐食戦と欲するにもほとんど手を作るところを知らざる形勢なり。早速、もうまい無式の朝鮮政府、なんて陸奥の毒舌が炸裂しているな。
話はこの後クーデター後の朝鮮政府の行動に進む。7月23日事変後における朝鮮政府の動作は、大院君が内政改革の名を借り、第一に王妃の石類たる庶民に対した年の宿坊たる復讐を行うに始まりたり、民族は王クルザンの国刑に処せられたり、この間王妃の一身すらほとんど危険なりしも、外にありては我が公子が固く亡霊の処理を禁止、内にありては王妃自ら大院君の執家に愛想し、本心深く善否を食いたるの容態を飾り、妙に彼を欺瞞し、わずかに一縷の命をつなぎ止めたれども、元より従来のごとく貧刑の進するを許されず、虚しく神宮のうちに帰服したり。新政権がまず第一にすることといえば？なんだろう、人気取りの減税とか？予定調和の緩いボケをありがとう。当然ながら李氏朝鮮ではそんなボケは通用しない。李氏朝鮮のお決まりは前政権要人の粛清だ。ああ、韓流の歴史ドラマでよくある拷問されたり、車のついた檻に乗せられてる刑事に行くまで民衆に石投げられるやつね。そうそれ。この時も敏氏一派は、軒並み流刑となり頭目の敏英春は深刻に逃亡した。これもっと前なら、何人かは死をたまうことになってたかもな。陸奥の筆にあるように大鳥公子がしっかり内政干渉してわらわら、極刑にさせなかったんだろうな。だが朝鮮では生きている限り復権のチャンスがあるのもまたお約束だ。この大院君と敏氏の権力争いはまだ続くのぜ。それにしても国王構想は影が薄いわね。ほんとだ、すっかり忘れてたのぜ。さて敏氏一族の排除が終わった後の政界の様子はというと、前略、朝鮮政府は民族敗退して王妃右翼を収めたる後は、第一には頑固保守的の大院君の一家が大権を握り、第二には恩和前進主義なる金光州、御院中の老廃をもって内閣を組織し、第三には日本党むしろ創新党の反旗反会の開花者を急号したる合議体の軍国機務所を新設し、この軍国機務所が全ての改革案を起草することとなりたれば、元より顔面変質の大院君とはその意見いちいち衝突すべきこと必死の勢いにして、その中間に位する金、与内閣はいずれの一方にも左端するあたわず、またいずれの一方をも勢力するあたわず、俗にいわゆる板挟みの姿となり、一人自ら困難を極むるのみ、重役、これ朝鮮内政の改革がついに失敗に帰し、何らの効果なきに至りたる重要なる原因なるべし。はい。これもお約束のうちはもめだな。これを読むと親日派と称する連中は盛んに改革を叫んでいるようだが、そもそも陸奥の筆にあるように、朝鮮の内政改革自体が大清交渉のための方便であって、日本側に改革を本気で援助しようという熱意は感じられない。その上に内輪もめでは改革がうまくいくはずがないな。それと、この章で陸奥は面白いことを書いている。平城陥落の以前、朝鮮の官民は日清の勝敗果たしていずれに決すべきやお疑いおり、かつ多くは最後の勝利は深刻に期すべしとの憶想を未だ消滅せざるの勘なれば、大院君及び内閣諸院は常に日清の間に両端を辞しおり、現に大院君、金光州の輩は密かに腹心の者を平城に派遣し、外地に退陣する新将に官を通じ、あらかじめ新軍勝利の時その喫石を逃るるの地を成したり、平城平定後、この輩より新将に送りたる密書は、後に第一軍司令官山形伯爵の手に分保し、同伯爵よりさらに世に送致したり、他実井上伯爵が朝鮮に赴任したる後大院君を外政府より放逐するの必要生じたる時、特にこの密書を取り出して彼を責問したることあり、故に彼らは我が政府の勧告に免従し、その内政の改革を挙行するの間にも、なおかつて李鴻章よりいかなる事情あるも朝鮮政府は日本の勧告を拒絶すべしとの、脅迫的命令を無視するあたわず、これ両大国の間に存在する小弱国の状態において免れざるところにして、事情まことに哀れむべきににたれども、彼らが核に芯を抱く間は、当時いかに我が政府が外説に内政改革の必要を勧告するも、彼らは常にことを左右に託し地中遠巡して、いやしくも火付きを宣言したるのみなる野論を待たず、これまた朝鮮内政の改革その時期を失し、久しくその効果を見るあたわざりし原因の一たるべし。一読わかる通り、朝鮮政府の免従腹敗ぶりが書かれているのだが、陸奥は怒るどころか、小弱国の状態において免れざるところにして、事情まことに哀れむべき、と同情の筆致で書いている。そもそもそういう状態に追い込んだのは他ならぬ陸奥その人なのだがわらわら。皮肉屋の陸奥らしいっちゃらしいけど。そうだな。陸奥はリアリストだから朝鮮政府の態度を全く信用してなかったことは間違いないだろうな。第11章はここまでにするか。時間もだいぶ長くなったので、続きは次回ということでお願いします。最後にお願いです。よかったらチャンネル登録、高評価、コメントもよろしくです。
していただけるとうぷ主が大変喜びます。チャンネル登録後ベルマークを押すと、新着動画の通知が来るようになります。こちらもよろしくです。よろしくなのぜ。それでは、ご視聴ありがとうございました。